本日ここに内外の内心多数のご臨席において昭和57年中央観閲式で観閲官となった鈴木首相は、国の防衛に関する国民の理解と支持が高まっている今日、自衛隊は日米安保を基軸として着実に防衛力を整備するとともに、諸君はなお一層国民の信頼を得るよう訓練に精励努力してほしいと訓示した。昭和57年はフォークランド紛争、イスラエルのレバノン侵攻、イラン・イラク戦争、ソ連の3年に及ぶアフガニスタン軍事介入など、複雑でかつ厳しい国際情勢が展開された。我が国周辺においてもバックファイヤーが初めて確認されたように、極東ソ連軍の質量両面にわたる増強や顕著な行動が明らかにされ、国内外の情勢が一段と厳しさを増してきた。陸海空自衛隊の各航空部隊は新春の大空に威風堂々の編隊飛行を展開して訓練始めを行った。1月10日、伊藤長官は陸上自衛隊第一空挺団を初度視察し、部内外の見学者約1万人とともに奈良市の演習場で行われた120名の隊員による降下訓練始めを見学し、隊員を激励した。1月16日、伊藤長官は航空自衛隊松島基地を生田目空幕長などの案内で初度視察し、基地内巡視の後 T2 ブルーインパルスに初登場した。さらに18日には陸上自衛隊仙台および大和両駐屯地などをそれぞれ視察し、隊員を激励した。4月28日、伊藤長官は朝霞駐屯地を、30日には三宿目黒地区を訪れ、在京の第一線部隊技術研究本部中央病院などを視察した。6月16日、伊藤長官は硫黄島を訪れ、海上自衛隊第4航空軍の硫黄島航空基地分遣隊を視察するとともに戦没者を慰霊した。また6月18日19日の両日には、北海道旭川駐屯地の第2師団と稚内の陸海空各部隊を視察し、北の守りにつく隊員を激励した。第18回日米安保協議委員会が1月8日外務省で開かれ、極東有事の場合の日米間の防衛協力を研究することについて意見の一致を見た。2月3日北部方面音楽隊の合同演奏による軽快なマーチの中で、5日間にわたる第33回札幌雪まつりが華やかに開幕した。今年自衛隊の制作した博多祇園山笠、ハワイのイオラニ・ファレスとハメハメハ大王などの大雪像が観客の目を見張らせ、人気を独占、祭りの主役を果たした。2月18日から4日間第37回冬季国民体育大会が高松の宮様をお迎えして、秋田県田沢湖町国際スキー場で開かれた。陸上自衛隊東北方面隊が本大会を支援し、大会成功の原動力となった。海空自衛隊に続き陸上自衛隊においても、今年度から日米共同訓練が開始された。まず2月15日からの5日間、
陸上自衛隊と米陸軍との初めての指揮所演習山桜湾作戦が富士山麓の滝原駐屯地で行われた。6月21日から山桜2がハワイの米軍施設で、12月6日から5日間北海道有事を想定した山桜3が降りしきる吹雪の中北海道千歳駐屯地で行われた。またこの間11月10日から18日の間日米の陸上部隊による出動訓練が東富士演習場で行われ多くの成果を収めて終了した。2月15日から19日の5日間陸上自衛隊第9師団第5普通科連隊は明治35年旧陸軍歩兵第2連隊が多くの尊い犠牲者を出した八甲田越えの雪中行軍80周年を記念して福田連隊長以下700人の隊員が参加し八甲田演習を行った。3月14日防衛医科大学校の第3期学生の卒業式が伊藤長官武見医師会会長ら来賓父兄多数が参列して行われ6年間の学業を収めた73人が出席者の祝福を受けて巣立った。3月22日防衛大学校の56年度卒業式が鈴木師匠をはじめ内外の来賓卒業生の家族ら多数を迎え盛大に行われた。本科26期学生508人と初の女子学生を含む理工学研究科19期学生60人の卒業生は首相の諸君の使命は尊く責務は重い視野の広い国際人としての資質を身につけ国民の負託に応えることを期待するとの花向けの訓示を胸に巣立っていった。3月22日から4月30日の約5週間にわたり海上自衛隊は護衛艦3隻と対戦機8機隊員940名をもって中部太平洋を中心に行われたリブファック82に参加した。3月27日、日米防衛首脳定期協議が防衛庁で開かれ、ワインバーガー米国防長官と伊藤防衛庁長官は、アジアを中心とした最近の国際情勢分析や日米間の防衛協力などを話し合った。協議の後、ワインバーガー長官は海上自衛官白根、航空自衛隊の百里基地の現況を視察した。陸上自衛隊は3月27日付で東北方面隊の仙台駐屯地に第305保安中隊を新編した。海上自衛隊は3月27日付で硫黄島基地に硫黄島救難飛行隊を、横須賀の船越地区に電子戦能力強化のための電子業務支援隊を新編した。航空自衛隊は3月16日付で立川分屯基地内に航空安全管理隊を新編した。4月30日から陸空自衛隊においては
駐屯地、分屯地が漢字の駐屯地、分屯地に変更された。4月1日から自衛官の功績や経歴を示す防衛記念章の装着が始まった。10月末から経歴範囲が拡大され、新たに6種類が追加された。4月19日、防衛庁において自衛隊最高指揮官である鈴木首相を迎え、第18回自衛隊高級幹部会合が開かれた。鈴木首相は席上、着実な防衛力の整備に努め、早期に防衛計画の大綱に到達するよう訓示した。昭和57年には4月14日のフランスのミッテラン大統領をはじめとして、9月17日イギリスのサッチャー首相など5カ国から5名の国賓・公賓が来日し、防衛庁ではこれに際し第302保安中隊による特別儀仗を実施した。25日、海上自衛隊の創設30周年記念式典が伊藤長官をはじめ部内外の招待者約260人を迎え、横須賀田浦の第20科学校で行われ、30歳の海上自衛隊を祝った。5月18日から5月27日の10日間、昭和57年度統合演習が矢田東爆議場を搭載艦に東北北海道を舞台に行われた。演習前段は5月18日から2日間指揮所演習で実施され、後段は5月24日から4日間陸上自衛隊一個連隊戦闘団機関の部隊を仙台周辺から北海道までの長距離機動を行うとともに、これと並行して戦闘機、内機、フォークによる北海道地区の防空活動を訓練した。自衛隊は統合演習に引き続き、6月下旬までの約1ヶ月間、自衛隊最大の演習場である北海道八重洲別演習場において、藤本第6師団長を搭載艦として多方面区演習を行った。5月26日、海上自衛隊の次期対潜哨戒機 P3C の国産1号機が完成し、製造会社の川崎重工業から防衛庁に引き渡された。5月30日、総理府が実施した自衛隊防衛問題に関する世論調査が発表された。それによると、自衛隊の必要性を認める人が8割台という支持率を示したほか、全体として日米安保体制と自衛隊による日本の防衛という現状を肯定する考えが国民各層に強まっていることが明らかになった。6月7日、海上自衛隊遠洋練習航海部隊は、お元気でいってらっしゃいとの家族たちの声に送られ、横須賀市営岸壁から元気に出航した。また本演講は
北米両岸、南米両岸の7カ国13寄港地を訪問し、各訪問国との親善を深めるなど、数多くの成果を得て、11月5日、無事帰国した。7月1日の定期承認において、陸海空自衛隊で防大出身者から初めて20名の将官が誕生した。7月9日付で原防衛事務次官の勇退に伴い、新事務次官に吉野防衛施設長長官が就任した。7月23日、政府は国会内で国防会議を開き、56年度中期業務見積の報告を了承した。7月23日から24日にかけて、長崎県を中心に九州地方を襲った集中豪雨は各地に大災害をもたらした。陸上自衛隊は4師団の主力を長崎県に投入、8師団の一部を熊本県に、第3特化軍の一部を大分県に派遣、行方不明者の捜索や道路復旧、給水、救援物資輸送など災害復旧に全力を挙げた。7月25日、航空自衛隊松島基地の航空祭において、戦技研究班により編成された T2 ブルーインパルスチームが一般に初公開された。その後、千歳三沢島の航空祭において、華麗な曲技飛行を披露した。本年、北部方面隊で起きた幹部自衛官による選抜試験漏洩事件で、防衛庁は8月7日、陸幕長以下59人の処分を発表した。8月2日から6日までの5日間、第8回日本ジャンボリー大会が、友情と躍進をテーマに、宮城県白石市の南蔵王山麓で開かれた。陸上自衛隊東北方面隊は本大会を支援し、各種行事を盛り上げた。8月17日から2週間、57年度陸上自衛隊演習が村井陸幕長を搭載艦とし、図上演習により全国規模で行われた。8月30日から3日間、ハワイのホノルルにおいて第14回日米安保事務レベル協議が開かれ、五六休業をめぐって意見が交換された。航空自衛隊は1月11日より14日までの三沢基地における戦闘機戦闘訓練を皮切りに、10回の日米共同訓練を行った。本年から新たに千歳小松基地でも実施することになった。9月9日最高裁判所は、北海道長沼町の内規基地設置をめぐる長沼内規訴訟で憲法判断に触れず、住民の上告を棄却した。9月14日、防衛白書が公表された。今年は我が国の防衛の現状と課題に重点が置かれ、さらに図や各種のグラフ類がカラー刷りされ、読みやすくなった。9月13日から20日までの約1週間にわたり、海上自衛隊は津軽海峡と太平洋沿岸から硫黄島に至る海域において57年度海上自衛隊演習を行った。9月14日ソ連のバックファイヤー爆撃機が輪島沖220キロに接近したのを緊急発進した F4EJ2 機が写真撮影に成功した。9月20日21日の両日、恒例の富士学校の富士総合火力演習が東富士演習場で行われ、戦車、自走砲、対戦車ミサイルなど各種火力、ヘリコプターや戦闘機などが1時間半にわたって空地一帯の地上火力戦闘を繰り広げた。Thank you.
自衛隊は行政改革の一環として10月1日付で少年十科学校を廃止し第一十科学校に併合し新たに生徒部としてスタートした。10月1日空自南西航空混成団の南西航空警戒管制隊に第4移動警戒隊を新編した。また同日航空幕僚監部に通信電子課を新設した。第8回日米防衛首脳協議に出席した伊藤防衛庁長官は10月1日ワシントンでワインバーガー米国防長官と日米両国間の防衛問題について協議した。また米政府議会関係者との間で日米間の安全保障上の問題について意見を交換した。10月1日から1週間航空自衛隊の航空総体演習が隊員2万4000名航空機250機が参加し日本全土と周辺空域を舞台として行われた。10月12日から21日まで陸上幕僚幹部指名の待機校演習が滋賀県の相方演習場で行われ課題の成果を収めた。10月31日秋晴れの朝霞訓練場で堂々の中央観閲式が行われた。観閲式は約3万5000人の観覧者の見守る中 F-15 揚撃戦闘機 P-3C 対戦哨戒機 AH-1S 対戦車ヘリコプターハンサムや対周艇、対戦車誘導弾などの新装備も登場し、盛大に執り行われた。2月22日護衛艦夕張が住友重機の浦賀工場で浸水した。引き続き3月5日には潜水艦沖潮、5月27日には護衛艦浜行、6月7日には掃海艇鳴島、6月21日には護衛艦沢行がそれぞれ浸水し海上防衛の担い手としてその雄姿を海上に浮かべた。11月12日日本航艦鶴見製作所で建造していた砕氷艦しらせが完成し伊藤防衛庁長官小川文部大臣ら来賓が出席して自衛艦旗授与式が行われた。9月12日から15日までの4日間第37回国引き国体夏季大会が10月3日より8日までの6日間秋季大会が天皇陛下をお迎えして島根県下の各会場で盛大に開かれた。今大会を陸自13師団が支援、連日裏方役で大会の成功に貢献した。11月14日浜松基地開庁記念行事で公開展示飛行中の航空自衛隊松島基地所属 T2 ブルーインパルスチームの1機が墜落し民間人12人に重軽傷を負わせるなどの被害を出すとともにパイロットの高島一尉が殉職した。
11月19日20日の両日、82年自衛隊音楽祭りが日本の心をテーマに東京九段の日本武道館で延べ3万5000人の観客を集めて開かれた。出演は陸海空の音楽隊員ら約1000人のほか、ゲストに歌手の三沢明美、寺内武志とブルージーンズ、柴田初美、在日米陸軍軍楽隊を迎え、また平和の誓い望郷の歌の披露もあって、華麗なサウンドが武道館いっぱいにこだました。11月27日、鈴木首相の退任、内閣総辞職により中曽根新内閣が発足した。11月27日、防衛庁で新旧長官の離着任行事が行われた。伊藤長官は多くの職員に見送られながら防衛庁を去った。新たに第40代の防衛庁長官として谷川和夫衆議院議員が就任。より政教へ努力するように若さみなぎる初訓示を行った。12月1日には堀之内政務次官が退任し、新たに林大幹衆議院議員が任命された。12月21日、航空自衛隊はニュータバル基地の F-15 臨時飛行隊を第202飛行隊として正式に編成した。これで第202飛行隊は装備機種を F-104 から F-15 に機種更新を完了し、新鋭戦闘機 F-15 のナンバーワン飛行隊となった。また同日、甲府南基地の第一航空教育隊、熊谷基地の第二航空教育隊を整理統合し、新たに航空教育隊を甲府南基地に新編した。昭和57年は登録中行の決定、日米首脳会談、58年度予算の政府案の決定等が行われ、また日米共同訓練が着実な歩みを進めるなど、盛況な自衛隊へとたくましく前進した年であった。自衛隊によって社会的に大きな影響を巻き起こした事件もいくつかあった。自衛隊は国民の負託に応えるべく、反省すべきは反省し、正しい姿勢でひたすら邁進していかなければならない。